つの別名、スプリンガーにちなんで命名された。シャチハナゴンドー・スプリンガーは1943年10月3日にカリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所で寄港した。1944年8月3日に m s エスティスデール夫人によって命名、浸水し、10月18日に艦長ラッセル・キーフォーバー中佐の指揮下収益する。12月3日に サンディエゴに向けて出港、大焼け身及び成長訓練を行う。メアアイランド海軍造船所で信頼性試験を行った後、スプリンガーは1945年1月8日にハワイに向けて出港し、翌週真珠湾に到着した。2月4日、スプリンガーは最初の紹介で南西諸島方面に向かった。2月17日にグアムアプラ港に寄港し、 グワム到着後は燃料と物資を補給して2月17日に出港。アグニ島近海のシ昇クに到着したのは2月26日であった。シ昇クについてからは何度も好転に悩まされ、また日本機を見ては先行して期待した。3月11日、スプリンガーは 20km の範囲内に日本の艦艇がいることを探知し追跡。しかし、日本機の飛来によって、 先行を余儀なくされ、追跡を断念した。3月17日の夜半、スプリンガーのレーダーは3つの目標を探知し、直ちに解析して、目標を追った。3月18日になって目標は2つと1つの、二手に分かれ、スプリンガーははじめは2つの目標を追ったが見失い、残る1つの目標を水上高校で追跡する、ことにした。 後天の中追跡したスプリンガーは、次第に目標の頭を抑える体勢となり、3時3分に魚雷4本を目標に向けて発射。相手が撃ってきたので先行してかわしつつ、魚雷2本の命中を確認した。スプリンガーはさらに魚雷4本を発射し、うち1本が止まっている目標に命中して目標は沈んでいった。この目標は、 第一回転体を乗せて、沖縄島に向かっていた第18号輸送艦であり、第18号輸送艦と分離し、スプリンガーが最初に追跡した2つの目標は、石垣島近海に、機雷不設のために向かっていた、不設程度は島と、チェジュであった。3月25日、スプリンガーは48日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。 潜水母艦プロテウスによる整備を受けた。4月20日、スプリンガーは2回目の紹介で、レートン、トレパンとウルフパックを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。4月28日、スプリンガー以下のウルフパックは、福江と富江港沖に出現。5時15分、スプリンガーは、富江港に停泊されている2隻の船を発見。しかし、 5,900メートルより近くには接近できなかった。それでも果敢に雷撃し、6時30分頃には14回もの爆発音を聴取した。この攻撃でトレパンが第146号輸送艦を撃沈した。スプリンガーは郊外で引き返してくる第17号区剪艇を発見し、8時30分に魚雷3本を発射して命中させ、 第17号区選定は停止した。乗組員が総員退去をする光景を観測したスプリンガーは、さらにもう一本の魚雷を発射し、一番砲塔のもとに命中させ撃沈した。一連の港湾攻撃は成功し、スプリンガーらのウルフパックは引き上げ、東、シナ海を精神して、新しい狩場に向かった。4月30日、 スプリンガーとトレパンは3つの目標を探知。この目標は、上海に向かっていたもし霊語戦団の見ホまルと、その護衛艦であった。スプリンガーは、霧と後天のため浮上して攻撃することに決め、正午頃に、絶好の攻撃体制に入った。ところが、突如夢中から射撃され、しかも、護衛艦と、おぼ式き探偵がこちらに向かってくる気配だったため、 スプリンガーは先行し来撃して、様子を伺った。直後、27発の爆雷が投下され、スプリンガーの艦隊は揺さぶられた。バルブなどが緩んで不具合が生じたが、それ以上の被害はなく、浮上することに成功した。その直後、トレパンが隙をついて、ミホマルを撃沈し、その爆発音を聴取した。5月2日、夜半、スプリンガーは、 北緯34度35分統計124度04分、北緯34.583度統計124.067度、3 4 5 8 3十2 4 0 6 7の地点で2隻の艦艇を探知。2日前に攻撃したもし零五戦団の残党であった。スプリンガーは、魚雷4本を発射し、解剖艦オガに命中。オガは、瞬時にして強陣した。 翌5月3日には、北緯34度38分統計124度15分、北緯34.633度統計124.250度、34.633124.250の地点で、第25号解剖艦を撃沈した。5月4日、スプリンガーは、味方パイロット救助任務のため東に向かった。味方パイロットを見つけることはできなかったが、 5月14日には、日本の戦闘機と味方の空母関西機4機との空中戦を目撃し、撃墜され、海上に墜落した日本の戦闘機の戦死したパイロットを拾い上げた。パイロットの死体から何かの書類を見つけ取り出した後、パイロットの亡骸は海中に戻された。5月18日、スプリンガーは28日間の行動を終えて、アプラ港に帰島。 プロテウスによる整備を受けた。艦長がジョン・ f バウアーに変わった。6月16日、スプリンガーは3回目の紹介で日本近海に向かった。サイパン島に移動して補給の後出港。この紹介では東京湾港での敵艦への攻撃及び味方パイロットの救助任務であった。6月26日、撃墜された。 B-29 のクルー8名を救助し、彼らをティグロンに移乗させた。スプリンガーとトレパンは別の墜落機の乗員が50マイル、離れた位置にいることを知らされ、現場海域に急行。スプリンガーは、パイロット1名、トレパンは7名を救助した。パイロットは数日後、デビルフィッシュに移乗した。その後、7月17日から23日まで、 キー水道での紹介を何事もなく終えた。7月27日、スプリンガーは40日間の行動を終えて、アプラ港に帰港。入港直前、スプリンガーは、アプラ港に停泊していた、従順洋艦間インディアナポリスと交信した。終戦を迎えたスプリンガーは8月17日に、出港し、本国の西海岸に向かった。スプリンガーは9月5日にメアアイランド、 海軍造船所に到着し、間もなく、太平洋予備役艦隊、メアアイランドグループ入りした。1947年1月にスプリンガーは、退役し、長くその状態に置かれた。1960年4月、スプリンガーは、メアアイランドから、サンフランシスコ海軍造船所に移動し、チリへの遺憾に備えて近代化改修が行われた。9月24日に最終駅し、 11月15日にオーバーホールを完了した。1960年12月19日から1961年1月19日まで、スプリンガーは地理海軍の乗組員の訓練を行う。スプリンガーは1961年1月23日に退役し、地理共和国へ移管。同日トムソンとして収益した。 スプリンガーは1972年9月1日にアメリカ海軍を除籍され、チリ政府に売却された。その後、同系艦に使用するため部品を取り外され、船体はスクラップとして売却された。スプリンガーは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。